子がリエラちゃんのギャラクシー、うん、ギャラクシーの曲、うん、めっちゃ良かったあれ、ね、いい曲だったね。いい、しかも5人でさ、フォーメーションとかもガチガチにやってた、うん、そう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 、びっくりしちゃった。もうあの曲は崩さず行きたいっていうその由美先生の方のこだわりもありつつ、私ももともとかっこいい曲だし知ってたから、うんうんうん、あこれは絶対フォーメーションこのままやりたいって思ってたから、うん、そう、そのままやらせてもらえてありがたい。リハでさ、うん、私すごいさ無茶振りしたよね一回。え、なんだっけ、ギャラクシーのところさやってよってそうね、真面目だった。リカ子は真面目だったよ。私たちが最初こうしゃがんでる状態でペイちゃんがギャラクシーってやるところを、あのリカ子前立ってペイちゃんの前に立ってギャラクシーってやってよって言われて、でもうそれはさ、ユミさんに言ったの。ユミさんに言ったらユミさんが面白がっちゃった、うん、そうそうそう、リカ子やんなよみたいな。じゃあリハリだけやってみてって言われて、そういうのね、好きだからね。そう、絶対に私怒られるから、本番でやらないことリハでやらないでって絶対に言われるから。いや、ペイちゃんさ絶対さすっごくいい子だからさ、動揺しちゃうから、ね、泣いちゃうよ、泣いちゃうよ、嫌われちゃうよ、もう。いやでも喜んでくれるじゃん。いやいやいや、ペイちゃんもさ、なし。これは画像があるんですか？あ、これ、あ、私のキュン、かわいい。ちょうど前後じゃなかった？うちらキュンキュンって言ってから私出てたもん。うん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 、あ、そうでしたっけ？そうだと思う、うん、そうでしたっけ、ね、めっちゃ良かった。可愛かったよ、ね、かわいい、楽しかったです。いいね、ラップも良かった。あ、これが、これがね、私のハスじゃない、明日の空の、うん、私も出た明日の空の僕たち、うん、よかったよ。曲がさ、うん、エモエモだったよね。ね、てかさ、曲なんかいい曲いっぱいあるなって思った、それぞれのグループで、そう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 、お、あ、いい、決まってる。ノンフィクションや。衣装もいいね。ね、そういい、この衣装を選んだの正解の気がする、うん、そうそうそう、ティアラをね、お揃いでちょっとつけたくて、うん、スミレちゃんとちょっとつけさせていただいて、ね、かわいい、かわいいです、いいですね、めっちゃ楽しかったね。ユニット甲子園ね、なんかお祭りだからね。スペシャルエレガント、私が出たやつどうだった？あの、そうですね、こう前田香織ちゃん、うん、しずくちゃんの、うん、香織と私異次元も一緒だったの、だからなんか多分そのユニット分けとか、うん、こう本人たち、うん、ダイヤたちが持ってるなんかこう属性的なので、うんうん、似てるところがあるのかなって今回も思った、一緒になったから。でも私ハスの、うん、あのつづりちゃんまた一緒だった、うん、異次元は2日間コラボも一緒で、今回もだから全部一緒だったの。やっぱさ、あるんじゃない、各メンバーごとに、うん、やっぱこうこういうのだってエレガントで選ばれてたりとかするから、うん、確かにそうなの、嬉しかったね、いいよね、うんうん、あと私あれよ、小杖ちゃん役の花宮ニーナちゃんは、うん、はいはい、なんかすごい好きって前から、うん、そうだよね、言ってくれてて、で今回その名前まだリハとかもする前にこう、うん、誰がこれに選ばれてますってやつ見た時に、うん、一緒だと思って、そうなんだ、一緒だったのよ、嬉しかったんじゃない、ね、でもその後少しお話とかもして収集してたりして、うんうん、すごいいい子、いいね、はかない、はかないよね、はかない、もう私なんてもう声なんてかけられないもん、はかなすぎて私なんかが声をかけられる存在じゃないなんかね、あの透き通りそうだよね、透き通ってる本当に、いけんだよ、わかる、でも透明感がすごい美しいよね、美しい、うん、はい、はい、皆さんいろんな方とお写真を撮られていましたが、他の学校の皆さんとは何かお話しする機会ありましたか、とのことです。え、あれじゃん、私はミラパの2人と30分以上ずっと喋って、ね、何話したの、え、分かんない、分かんないけどずっと口下手、ずっとさいるの、うん、確かに、で私ローカルに混じった、そう、なんかね、ミラパの2人と波長が合っちゃって、合いそう、そう、同じ空気感持ってると思う、確かに、そうで、なんかラジオでも言ったんだけど、私の年齢言ったらめっちゃびっくりしてたっていう、マジ何歳だと思ってたの、え、なんか同い年ぐらいかと思いましたやばい、なんか多分同じ、それはリップサービスだよ、多分、あの、おい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 、リップサービスや、やめとけて、やめとけて同じテンション感でそう喋ってたからかなってあるけど、あ、そうそうそう、なんか尊敬しますよ、私が年齢言ったら、えっみたいな、もっと尊敬しないと、やばみたいな、舐めてんじゃん、もう待って待って待って、2人ともって尊敬しないのっつってえ、違うんです
とか言ったよ。いやあの二人だからね、そう可愛いから許しちゃうけど、なんか実際に話すとそういう感じですごいフレンドリーだけど、うん、SNS で写真上げてくれた時超礼儀正しすぎる。いやマジでウケんのそれが。いやカンカンマジで礼儀正しいからカンカン、ね、めっちゃ真面目なんだこの子ってそれで思って笑っちゃった。そうそうミラパね面白いけど、ミラパ以外にも結構私いろんなことを話したかな。シュカはすごいもんね、うん、あの何誰とでも誰とでも仲良くなれる、うん、えいっつってえげぎっつってねえだからじゃない多分同じぐらいと思う。それからあの花見えちゃんとかも、うん、えいっつってガブチっつってやめて話しかけないでえやめていいじゃん応援してんだよステージ出る前だってからやめてえいっつって頑張れっつって吐かないからそうそして壊れちゃう壊れちゃうからありがとうございますほらほらえいっつってやってこっつってやってたけど、え、二人あります？なんかある？え、私もね、そのね、あのミラパもそうだし、あとは誰だろう、あ、リーちゃんとか、うん、リーユちゃんね、もうね、そう、異次元もね、今回もね、こう全員で出るときってさ、うん、イヤモニの回線普段は9人で1つずつだけど、はいはいはい、誰かと一緒になったりするんだよね、うん、こういう大きいイベントのときって、うんうんうん、で、りーちゃんと今回も一緒とか、なんかそれですごい話したかも、うん、りーちゃん面白いよね。りーちゃん面白い、そうそうすごいよね、うん、本当に なんだろうな、どんな話した、多分内容はそんななかったと思うよ気のない話だよね、うん、多分何話したかな、くだらない話なんじゃない、そうそうそう元気みたいな、元気みたいなそう、あと誰だろう、え誰かいる、私はでもその、うん、ノンフィクションやったら、うん、みんなでグループライン作った、いいね、素敵、そういうの、そうなの、いいね、うんうんうん、とかあとは、うんうん、まあアグポンとか、うん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 、あと林ココちゃんとか写真撮ってもらった子たちとお話したかな、だよね、うんうん、でもなんかやっぱこういうなんかユニット甲子園とかっていうなんかライブとかがないとさ、うん、あんまやっぱ絡むタイミングがないからさ、確かにだ、ね、なんか嬉しいよねこうやって絡む、うん、いや本当嬉しかった。あとセイントスナーのお二人もね、そうそうそう、すごい久しぶりで、やっぱ浅見さんとかとすごい話盛り上がっちゃった、嬉しい、そうね、うん、楽しかったな、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。